異世界転生って知ってるか？神様の手違いの事故で死んじまった俺は、別の世界で新しい生活を送ることになるらしい。お前は思いっきり好きに生きてくれよ。頼むぜケルビン。お前を討伐にってのが目的だったんだが、日が変わった。俺は召喚士のケルビン、お前と契約したい。ご主人様のために精一杯お仕事します。よろしくお願いします。転生を司る神である私に配下になれとおっしゃった方は、責任取ってくださいね。キキンキュン。小僧、本気で来い。出なければ意味がないぞ。はあ、今まで本でしか見たことのない営み、楽しいに決まってるじゃない。竜、天使と並んで悪魔は最強種の一角です。これが S 級モンスターの次元か。悪い癖が出ちゃってますね。絶大な力を前にすると自分を抑えられないようじゃ。お前ほどの強敵に会ったことがなかったからな。気持ちが高ぶって仕方ない。黒の召喚士、2022年7月より放送開始。